いつもご視聴いただきましてありがとうございます。クーパーガレージチャンネルです。今日はヴィンテージのシートを紹介していきたいと思います。この横からのアングルが大好きなんですけども、マイクロセールのコンツァーシートになります。このシートは15年ほど前に入手したんですけども、一応当時ものですね、1960年代あたりのものじゃないかということで、入手しました。古いものなのでどうしてもですね、少し破れている部分もあったりしますけども、このコンディションでですね、ペアで、入手できたっていうのは非常に、ラッキーだったと思っています。やっぱりこの横からのアングルがめちゃくちゃかっこいいですね。背面から見てもですね、大きな破れもなく非常に良い、コンディションだということがわかると思います。最近英国でこのマイクロセールのですね、このタイプのシートは再販されていますので、入手も可能だと思いますが、この質感だけはですね、やっぱり当時ものじゃないと、出せないものがあると思います。シートレールの方は現行のコブラ用のシートレールをステをですね、継ぎ足して、少し工夫をして、取り付けてあります。ちなみにこれは購入したショップの方で、シートレールは取り付けてもらっています。シートの後ろの方をこのようにですね、少し延長してですね、長さを伸ばしているんですけども、これはですね、実際に座った時にちょっと後ろ下がりになってしまってかっこ悪かったので、これは自分で装着をしました。実際に装着をするとですね、こんな雰囲気になります。後ろの方は足を延長しているので、横から見た時にしっかりと平行に、綺麗なラインが出ていると思います。このマーク1仕様のミニでも当時物のシートを装着するだけでオールド感が一気に増すと思います。この後ろからの雰囲気も非常にかっこいいですね。このシートは一生大切にしていきたいなと思っています。